とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクララジオズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略やっていきましょう。今シーズンちょっと難しいです。ちょっと難しい。でまず1階で働き鉢入れてください。でエンチャンターが出ますので、まずはエンチャンターを倒すようにですね。エンチャンターがとにかく鬱陶しいです。まずはこいつらを倒さないと話になりませんね。働き鉢が結構発動してくれるとだいぶ楽にはなると思います。でこいつでおしまいですね。はい、1回クリアです。エンチャントの鉢は必ず入れるようにしてください。で影の断片を取っていきます。でここも敵が多いです。とにかく、遠距離攻撃をあまりもらわないように戦うといいと思いますけども、まあ、どうしてももらっちゃうんですよね。まあ、極力もらわないように、心がけてみてください。ナイス!いい感じ。あ、1個落としたな。1個落としちゃったな。OK。まあいいでしょう。オッケー、レイスがあそこに引っかかってる、ラッキー。よし、でこっちに2体1体か。はい、蜂がいい感じでしたね。2回クリアです。でここでバーストクロスボウですね。でエンチャントで長弾とボーナスショットを入れてください。この弓があると本当にね楽になります。この弓は今回の適性高いですね。序盤が本当に楽になる。よし、行きましょう。はいはい、よし、まあ、ここは別に敵もそんなに多くないし大丈夫だとは思います。危ない。よし、蜂全然出ないな。であと1体かな、こっち。よし、でこれで3回が終了です。まだ全然余裕でしょ。でここで虚無の矢筒、これを持っていかないと、ボスがちょっと鬱陶しいです。ボス専用にもこれは必ず持っていってください。ほんとね、一発目のボスがテンペストゴーレムで結構ね辛いんですよ。装備もなかなかいいのがないんで、なので少しでも早く倒せるようにこれは絶対ですね、持っていってください。よし、で、あと上に2匹ぐらいか、1体か。はい、4回クリア。次ここは報酬いりません。でエンチャントね、エンチャントで長弾を多めに入れてください。 20% と 40% では全然違います。で矢筒を使いつつ遠くから倒していきます。これも近づかない方がいいですね。ここは近づかずにもう遠目から弓を撃つだけで戦ってください。そうすると安全にいけると思います。普通に倒そうとすると結構ここ面倒くさいですからね。結構面倒なので注意していってください。まあまあまあ矢はね後々そこまで必要にならないので、まあ、最初のうちはガシガシ使っていいと思います。よいしょ、へい。よし、いいんじゃない。おー、危ねえ危ねえ。よし、では5回終了です。で武器取ります。ここでツルハシですね。ツルハシ取っちゃってください。でガードストライク2です。ツルハシがあると
敵がね結構簡単に倒せるんで楽になると思います。まあまあもちろんね弓を使って倒していくんですけども、打ち漏らしたやつとかそういうやつはこの弓じゃない近接の切れ端で倒しちゃいましょう。あぶれ。どうしてもねこのね鈍足になってしまうんでダメージは仕方がない。しゃよし。普通のね通常の剣に比べてだいぶ火力は上がってるので戦いやすいと思います。6回クリア。次んでここで雷の杖ですね。虚無の矢筒と雷の杖のコンボで、ボスは倒します。よしで、やっぱりよし、このねガードストライクがいい感じ、ある程度囲まれてもまあ耐えます。うん、やっぱりねダメージ 50% カットはでかい。オーケー。なんか固まったな、固まるな。よっしゃ、よしいいね。はい、いいんじゃない？上でおしまいかな？はい、7回終了。次でここで防具山猫のアーマーを取ります。でエンチャントはポーションバリアとクールダウンがおすすめです。でここはとにかく敵多いです。敵が多いし強いやつも出てくる、なので危なくなったらすぐに影化、すぐ影化ですね。それは準備をしておいてください。ナイス、いい感じに当たった。本当にいい感じだった。よし、こいつまで倒したいな。でめちゃくちゃいい矢筒が2つ出てきてくれた。よし、で反対側にネームドがいますので、あいつも虚無化させて、雷を使って倒すと早いですね。はいはいはい、まあ もちろん1対1して近接で倒しても全然いいんですけども。よし、 OKOK、 残ったな。よし OK。 はい、では8回クリア。次ですね、でここ愛のメダル欲しいんだけども、もう下が完成してるので取りません。まあ取れば道中楽にはなると思うんですけども、ボス戦がね、うん、ボス戦を考えたところがちょっと取らない方がいいと思います。危ない危ない、あっと危ない。エンチャント入れてください。まずクールダウン多めの方でいいと思うんですけども、どうでしょうか。まずはクールダウンから。あ、ミスった。よし、いいんじゃない。よし、凍結がうっとい。よし、もうね弓がだいぶ火力ありません。なのでまあ弓はデバフをばらまくぐらいと思えばいいんじゃないですか。まあまあ倒せはするっちゃするんだけどね、敵によっては。シャ、いいね、いいね、ナイスナイス、めちゃくちゃいい感じだった。よしで、あとここでおしまいですね。はい、まだ嘘、あーこっちにいたんかい。9回クリア。何もいりません。んでここで防具を上げていきましょう。山猫を影の衣です。
で上に上がってエンチャントを入れていきます。ポーションバリア2ですね。クールダウンでもまあいいんですけども、22ではやってます。でここね、オッケーいけ、よっしゃー。このミニゴーレムがとにかく嫌い。ふい、よし。で、ボスに虚無の矢筒で攻撃するので、虚無の矢筒を、使えるように準備をしておいてください。やり方は、初見でもやりました通り、虚無の矢筒を当てて、倍率を出す。でそこから稲妻の矢筒、雷の杖ね、稲妻の矢筒じゃねえよ、雷の杖を使って攻撃する。まあギリギリまでダメージを与えてください、通常攻撃で。でそろそろ無敵化するかなっていうところで弓を打って、雷の杖ですね、今だ、よし、ナイスです。まあまあ大体これぐらいのダメージは入ると思います。いけ、あーちょ、ミスったボタン間違えた。これを2回繰り返せば簡単に倒せると思います。じゃあもうソウルがね最初に、あー待って、これ危ない、虚無の矢筒がギリギリだ。よしよし、最初からね影の断片持ってるのでソウルは十分溜まってるはず。こんくらいあれば十分でしょう。今だ、はい、11回クリア。まあ虚無の矢筒当てて、2、3秒経ってから攻撃ですね。うん、そこは慣れてください。ここでクレイモア取っていきましょう。でエンチャントで火属性、そして虚無ですね、これでいいと思います。でまずは防具のエンチャントから多めに入れたいところですね。まずは防具からの方が安定すると思います。よし、これいいね。よし、ちょっとヘイクリープだろ、これ。よし、はい、下げかして2発目を入れると結構いいダメージになりますね。よっしゃ。でソウルをだいぶ使っちゃったなーっていう人はここで草を買ってソウルを貯めていってください。うん、マックスぐらいまでは貯まれると思います。でドラを持っていきます。杖とドラ交換ですね。杖はあそこだけしか使いません。まあまあ強敵が出るならば使ってもいいんですけども、まあまあこの武器があれば大丈夫でしょう。あとエンチャント入れるの忘れないでね。まずはクールダウンから入れた方がいいと思います。でその後にポーションバリアだね。よし、はい、でできるだけあそこの毒の草たちでダメージは受けたくないので、まあなんとか行きたいけども難しいのよ。よし、 OK。 でクリーパー多いです。クリーパー注意、 OK。 この隠れたところにねクリーパーがいるので、危ねえ、注意しちゃってください。もういつの間にかやられてるっていうこともあると思うので、よし、おい、ハミスカブレイ、よし、まあまあまあこういう感じで乱戦に紛れて食らうこともありますので注意してください。13回クリア。
っぱね、30回だから長い。長いけども、今回のは意外と面白くて、うん、すぐ終わった感じかな。もう今回は結構面白かった。報酬いりません。で、ここもね、この毒の草たちが鬱陶しいです。OK。あのね、草刈りができるので、よし。この影の断片を、しょっちゅう使っていってもいいと思います。影化して2発目を当てれば、ワンパンで倒せるので、それで倒して、で、周りの草を刈れば、まあまあ、それなりに、回復するんで、大丈夫じゃないですか？おい。で、結構 HP 高いやつも、ちらほら出てくるんで、まあ、そこは、影の断片やら、使いながら、やってください。よし。いいね。で、上を倒したいので、影化していきます。よし。OK。まあまあまあ、こんだけ倒せればいいかな。よっしゃいいね。この影の断片のね、やっぱ使い方よね。よし。で、あと上を倒しておしまいです。よし。しゃあ。終わりかな。はい、14回終了。ちょっと長くなりましたね。何もいりません。で、折り返しの15回。特に、ここは難しくないと思います。若干敵はいっぱい出るけどね。まあ強いのもそんなに来ないし問題はないはず。よっしゃ、よっしゃ。これ、ね、星夜だったらねもうちょっと簡単に倒していけるんですけども、星夜ではないんだよね。よし。で、下を倒して向こうに行きます。愛のメダルがあればかなり楽ですけども、愛のメダルはちょっとね、アーティファクトランを使っちゃうので今回は取っていってません。うん、まあテンペストゴーレムよりも道中を楽にしたいなーっていう人は取っていってもいいと思います。よし、15回クリアです。ここで、魂のクロスボウを取ってください。もう火力があれじゃほぼほぼなくなってますので、これで流れ込む魂とテンポセフトで、補助的な役割をやっていけばいいと思います。はい。で、ポーションバリア3を入れて、残りで、ガードストライクと、非属性虚無、まあ、どれかを上げていけばいいと思います。弓はね、もう補助です。よし、まあ、ソウルを集めるのと、HP を回復させる。そのための装備です。OK。うん。やっぱこの流れ込む魂はね、むちゃくちゃ強いんだよね、このエンチャントは、本当に。鬼のように強い。よし。の爆破とかもらったとしても速攻で回復するんで大丈夫でしょう。よし、終わり。次行きまーす。何もいりません。で、ここも特に問題はないと思います。スイッチは早めに押してくださいね。スイッチ早めに押さないと、あ、ね、
エンダーマイトがちょっとわけわからんぐらい出てくるので、スイッチは先に押してください。でネクロマンサーが2回出てきます。ネクロマンサーにだけは注意してくださいね。まあ大丈夫と思うんですけど、もう1回いきます。よし、はい、で最後の枠ですね。よし、はい、17回終了。報酬いりません。まだこのクレイモアで頑張っていきますよ。で別にいらないんだけども、エンチャントを余らせたくない人は入れていってください。しゃあ、もう出なかったか。18回はね、まあまあ大丈夫だと思います。特に問題はないでしょう。しゃあ、 OK。 もうちょっとね、こういっぺんに湧いてくれたら、まあまあ毎回言うんですけど、すごく嬉しいんだけど、ちょこちょこ空きが嫌いです。よし、 OK、 はい、18回終了。何もいりません。で商人で、防具を上げていきます。それでは20回ですね、いきましょう。武器エンチャを入れていってください。別にいらないじゃいらないんですけど、一応余ってるのが嫌っていう人は、入れていくといいと思います。 OK、 まずここである程度減らしてあげるといいですかね。おーい、ちょっと待って、はい、ここもちょっとね、めんどくさいできるので、一応注意してください。まあ、先にね、エンチャンターじゃないや、クリーパーをある程度減らしてあげると、だいぶ楽になります。うん。なので、最初の、この位置で、この端の位置で、下から来るクリーパーを、ほぼ殲滅してあげてください。それがいいと思います。で、キノコを取りましょう。キノコですね。キノコと虚無の矢筒を交換していきます。いきましょう。よし、もうここがね、もうキノコが役に立つ。よし、この敵が結構強いので、よし、キノコが入ってあるとすごくやりやすいですね。 OK、 よし、でここで効いてくるのが流れ込む魂。よし、流れ込む魂の回復がものすごくここは効いてきます。敵が多いしね、攻撃が痛いので、どうしてもね大ダメージ受けるんですよ。そこを流れ込む魂が入ってると、もう全然違います。難易度がぐっと下がるので、ぜひとも流れ込む魂で行ってみてください。次、でここで弓を変えます。コグクロスボウですね。コグクロスボウぐらいの火力があればもういいです。でテンポセフトとマルチショット入れちゃってください。でここも結構ね、敵強いです。結構強いので、まあ、注意はしていきましょう。まあ、このアーティファクトがあれば全然大丈夫だとは思いますけどね。よっしゃ、 OK、 よっしゃ、よし、ソウルはね全然溜まります。
装備やらなんやら結構揃ってるので、よし、ソウルは全然気にせず、まあまあそこそこ気にしてくださいね。ここ気にせずいけるじゃいけます。じゃあいいね、やっぱキノコすると強い、キノコは強い、ナイス、いいね、ういいですね。で残りもう少し頑張りましょう。武器変えます。まあ、すぐまた変えるんですけどね、すぐまた変えるんだけども、クレイモアよりもこっちの方が倒しやすくなります。衝撃波と、弱体化ぐらいでいいと思います。まずはこっちに出るやつをある程度片付けましょう。はいはいはい、でこっちからも来る、でこっちからまだまだ来る、これ片付けます。よし、テンポセットいいよね、テンポセット使いやすい。よし、オッケー、いい感じ、オッケー。とにかくここが多いのよ、あそこ潰しちゃってください。であとはそんなに数は多くありません。ぼちぼち殲滅しながら先へ進みます。よし、あと4体かな、あ5体だ、ちょっと同系色で全然見えなかった、うっそ、あーそっちに行ってる。23回クリア、次に行きましょう。何もいりません。よし、でここも敵多いです、結構めんどくさいやつが多い、なんでまあいつも通り、危なくなったら影の断片を使う。で敵がバッと来たらキノコを使って一気に押し切る、こんな感じでいきましょう。終わり？あ、まだいた、まだ全然いたわ。はいはいはい、意外と出るね、意外と出るな、まだまだでした。はいはい、終わり、24回クリア。カトラスです、カトラス、エンチャント入れましょう。ここ間違えないようにですね、まず入れるのは虚無と衝撃波です。であとあと旋風を入れていきます。出るところが分かってれば楽勝ですね。下に出ますので下で待機して、キノコとドラを使って一気に攻めていってください。はい、こいつは楽勝ですね。場所さえ分かればもう本当に余裕で、報酬何もいりません。で商人で防具を上げていきます。上げるときにエンチャントちゃんと入ってるかを確認してくださいね。ポーションバリアとクールダウンが33入ってるか、それをチェックしてください。黄金にして入れるととてももったいないです。でここ特に問題ないと思います。うん、強いやつも別に出てこないし問題ないかな。うん、エンチャンターもまあまあまあ出るには出るけども、そう問題でもない。ただこれランダムで行こうとするとちょっと難しいかもしれないね。うん、ランダム報酬はちょっと難しいかも。さあ、
来た。まだ来るか。終わりでしょこれで。まだか。あー、そこにいたのね。27回終了。報酬何もいりません。いきまーす。ここ先に倒します。よし、ネクロめんどくさいんでね。とあとここの、よし、エンチャンターね、早めに倒しちゃってください。よし。で、奥の方結構敵いるので難しいなと思ったら、ここキノコを使って、おお、突っ込んでください。オッケー、まあまあある程度倒したでしょ。よし。はい、28回終了。何もいりません。いきますよ。でここも特に問題はありませんね。よし。おい、エンチャントエンチャント入れてください。旋風、うん、まあ爆発でもいいかな。よし。あぶね。あー、ここで固まられるとちょっと弱いな。よし、 OK。 もうあとは強いやつもいないので大丈夫ですかね。リピーとレースだけ注意です。あとは特に問題ないと思います。はい、ではボス頑張りましょう。壊れたビーコン取っていきます。壊れたビーコン、これで押し切ります。エンチャントを入れますね。で、やり方ですけども、まず近接でまず攻撃します。で、それで虚無を入れてすぐに影化をして、でビーコンですね、攻撃影化でドラを使ってビーコン、いきます。ちょっと早い。あー、 OK。 で次で倒す。あー、倒せますね。テンポセフトで遅くしてあげて、あ、大丈夫だった大丈夫だった。はい、このコンボでやってみてください。虚無を入れて、影かドラビーコンの順ですね。ガーッと減らせます。頼む、なんか来て締めぐか。あー、でも3がついてる。あ、2だ。こっちはクリティカル3、爆発1か。まああんまりいりませんね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。